天野元生は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、毛利氏の家臣、毛利元成の七男、宇田毛利家の祖、永六二年、秋国の戦国大名、毛利元成の七男として誕生する。母は、野み大方で、ほ田元清、毛利秀鳳とは、同福の兄弟。聖城山野氏は、隣接する、金名山天野氏同様に、 鎌倉時代の天野遠慶をっとする、秋国の国人であったが、A62 年、天野氏当主の元定めが死去した後、家督をめぐって家中に内紛が起きた。これに際し父、元成がこの内紛に介入、七男である千虎丸を元定めの向子養子氏として、家督を継がせることで、事態を収集した。その後、大内氏所流である宇田氏の当主、宇田隆史料の養子となり、 その名跡を受け継いでいる。現世は、毛利氏の一門として、多くの戦いに出陣し、天正6年の光月城の戦いでは兄、元清と共に自ら軍の戦闘に立ち、光月城を落城させるという太鼓を立てた。その後も、毛利氏の中枢の一人として活動し、慶長元年、豊臣秀吉から豊臣姓を下手された。文読。 慶長の役や慶長5年の関ヶ原の戦いにも参戦している。後に聖を毛利に服して、慶長8年、総国熊毛軍3級に封じられた。元世は、元成の抜け落ちた派をもらい受け歯止み離さず持ち歩いていたが、この年が元成のの33回忌に当たるため、供養塔を混流し、違派を収めた。ついで、宇だ一万三千国を与えられた。毛利聖に服したものの、 こ元宮美、玄華には、天野の名字を名乗らせた。慶長10年の、萩城築城をめぐる家中の争いに際しては、天野元信、増田元、章の言い分を調査して、毛利輝元に報告した。慶長14年4月29日、萩にて死去した。去年51、ありがとうございます。